サブカルドン。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、君ともキャンディーがお話を聞いていく番組です。君ともキャンディーの愛理と心です。そして今回のゲストは、天然酵母パンと焼き菓子屋をやってます、ラボ林健二さんに前回に引き続きお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。なんか前回もなんかすごいボードゲームをやって楽しかったと聞いたので飛び入りできました。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、なんかボードゲームをやるようになったきっかけとか、こういうことをしてハマったみたいなんてあるんですか？実は、ラジオ番組だから言うんじゃないですけど、最初は、ラジオを聞いて、ラジオで紹介されてるのを聞いて、ちょっとネットでそのゲームを取り寄せて仲間内とやったんですよ。友達とやったら一晩中遊んでそのゲーム一個で遊んでしまいまして楽しかったですね、はい、もうそれでちょっと、次はどんな面白いのがあるのかってハマっちゃった。たくさん、買ってしまって。これってもう全部自分で買われたんですか？そうですね、はい、もうすごいですね。ハマっちゃったって感じ。ハマっちゃったって感じです。楽しいんですかね、はい、たくさん出るんで、はい、これ日本のものだけですか？やっぱり外国のもの、外国のものが多かったりするんですけど、そう、ね、最近は、今日ご紹介したゲームは、今日今回と前回ご紹介したゲームは全部日本のゲームです、はい、あ、なるほど、じゃあもう日本なので全然やっていけると思います、はい、じゃあ早速やっていきますか。はい、やっていきましょう。今回何のゲームしますか？はい、はい、今回はですね、これもコミュニケーションゲームです、クイズいい線いきましょうっていうゲームです、はい、クイズと言いながら実はクイズではないんですね。あ、違うんですか？はい、これは、はい、誰もが答えられないような問題が出ます。お、はい、数字で出るんですけど、はい、ここちょうど3人いますんで、はい、その数字を各々が書きます。で、その数字の中でちょうど真ん中を書いた人が一応勝ちというゲームではあるんです。はい、すごい楽しそう。これは得意ですね、はい、じゃあせっかくアイドルの方ってあるんで、こっち あの恋愛編っていうのがあるんで、こっちを、ファンの方必聴でございます。はい、はい、ではまあもう早速簡単なんで、はい、やってじゃあもらいますね。やってみようかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、すごい消せる、消せるペンと消せる紙が出てきました。ガーン、遊びすぎて黒くなってしまった、で、その出る問題はカードがたくさんありますので、はい、おのおのこの中から1枚選んでもらって、はいはい、1枚のカードに大体4つ質問があるんで、そのうちの1つを選んで、はい、やってもらう。あ、じゃあ得意そうなの、自分が真ん中いけそうなもの、いけそうなものだったり自分が他の人をどう思ってるかって聞いてみたいようなこと。はい、では、はい、はいいですか？はい、はい、ありがとうございます、適当に選びました。はい、あ、これ私が選びますか？はい、どれでもいいですよ。はい、では裏表に4つあります、はい、じゃあいきます。はい、自分は一生結婚できないと思っている男性の中で5年以内に結婚する人は何パーセントいるでしょう？え、難しい。でもなんか結婚しないしないっていう人に限って結婚するイメージもある、あるある。え、どうやろう、5年以内に結婚する人は、え、意外といっぱいそう。あ、ちなみに僕は結婚しないって言って5年間結婚してないです。あ、え、じゃあまだ今独身ですか？独身です、はい、あら、お揃いですね。どうだろう、同じところで考えていいのかどうか。でもそういった仲間たちがどんどん結婚して置いていかれる感じですよね。わかります、私今その立場で。切実ですね。切実ですね。何パーセント、はい、もう一回いきましょうか、はい、自分は一生結婚できないと思っている男性の中で5年以内に結婚する人は何パーセントいるでしょうか？せーの、じゃーん、はい、35 55 50%。 え、嘘。そんなに意外と多いんですか？どうでしょう、これはもう半分くらい、わーぶと思いました。僕も半分くらいかなと。あ、なんか今少子高齢化とか言って、なんか男性の方って草食系の人が多いっていうじゃないですか。だからいけない人が多いから、
いやこれ意外と女の人から行かなかったらいかんから、多分言ってる人は本当に林さんいいんですいいんです、林さんにめっちゃ言ってるみたいになってる、いいんです、いいんです、全然そんなことないです、はい、僕は結婚しませんちょっと次またさらに10年後楽しみにしてます一応1ポイント、はい、よいしょ、え悔しい、でじゃあやりますか、はい、はい、じゃあ第2問、はい、はい、2問いきますか、よし、やりちゃんが、はい、じゃあできますね、はい、じゃあ私はこれで、これ、はい、じゃーん、あ、これめっちゃ気になる、はい、質問です、はい、結婚式のブーケトス、受け取った人の結婚する可能性は何パーアップするでしょう、アップする、あ、これは期待してますよ、私は、はい、アップする、何パーアップしますか、でももう伝統的ですよね、ブーケトスは、ブーケトスって最近するんですかね、え、でも最近なんかあのなんか呼ばれてなんかくじ引きみたいな感じでした、前の友達の結婚式は、くじ引き、なんか4人ぐらい前に呼ばれてなんかくじかなんかで引いて当たった人がもらえるみたいな、もう全然チャンスも何もなかったですね、あ、そうなんだ、はい、どうしよう、何パーセントですよね、何パーセント、何パーセントアップするか、はい、何パーセントアップするか、これは難しい、はい、難しい難しい、うん、いきますか、いきます、はい、せーの、ラン、ええあれ、はい、僕 5% です、 52%、 75%、 あ、やったなんでそんな低いですか、うん、気になる、気になります、ブーケトス、あんま信じてないですか、ブーケトス信じてないかもしれないですねあら、またそれ10年後に伸びますよ、って言ってたら次10年後伸びちゃいますよ、いいんです、でもなんかこうもらったら次なんか、あ、結婚しなきゃっていう、そうですね、そう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 、プレッシャーがかかってなんか結婚しそうですよね、うん、あ、なんこう、こうなんかブーケトスはこうがむしゃらに取りに行く感じがするので、取りたくなりますよね、うんうん、え、周りちなみにないですか、ブーケトスもらって次この人結婚したみたいな、ないですよ、あ、だから5%ですね、うん、聞いたことないかもしれない、聞いたことないですね、え、でも実際どうなんですかね、え、でも実際意外とその気持ち的にいつも結婚できるんじゃないみたいな、うん、そうか、はい、はい、そうか、うん、はい、ありがとうございました、イエーイ、はい、イエーイ、楽しかった、もう一問いけそうですかね、もう一問いけますかね、はい、いきますか、じゃあ僕、逆に僕がラスト、ラスト行きましょうか、ラスト飾ってください、これちょっと、はい、あのルール違反ですけど、お、見ちゃってる、見ちゃってる、選んでいいですか、はい、大丈夫です、さあどんな質問が来るのでしょうか、はい、選んでるから、あ、こ、いきますか、これ大丈夫なんかな、ありでしょ、アイドルちゃんにこんなん聞いて大丈夫なんかな、アイドルは NG なしです、マジで、大丈夫ですはい、いきますか、はい、はい、聞きましょう、はい、はい、いいですか、はい、今ゲームに参加している人たちの、うん、はい、過去に付き合った人数は合計で何人でしょうか、知らん、かっこ今の恋人も含める、はい、知らん、待ってください、どういうことですか、今の合計人数ってことですか、いや、あの3人の合計人数です、え、わかんない、合わせるってこと、3人合わせて、3人合わせて、林さんがもしかしたら50人ぐらいいたら100人いるかもしれない、ほんまや、何人いるかわかんない、え、どうなんだろう、これは低く書くべきなのか高めに書くべきなのかえ、これ何人か書けばいいんです、何パーセント、何人です ね、 ですね、合計で何人か、はい、はい、もうこれは人、うん、あ、やっぱちょっとえ、ちょっと、ええ私は多分こんぐらいだと思います、あ、林さん期待してます、いきます、はい、今せーの、じゃあ12、6人、一番、まさかの一番低かった一番低かった50人で一番低いで、次が、え、10人ですよ、私、あ、12人か12人50人62人だいぶなんかめっちゃ一番リアルじゃないですか私が結構ちょっとね、
もうあえて誰が何人かは聞きませんので一応僕が、はい、はい、林さんが、はい、私は12人だと思って私は62人かなと思って人生経験豊富そうなのでそうですね、はい、僕がここで答えてしまうと、はい、分かんないですよ、まだ分からない、そうそうそう、でもちなみに今みたいな感じでこう、うん、林さんとこういうゲームとかって一緒にできたりするんですか、はい、あ、知りたいです、はい、今日はちょっとパーティーゲーム酔いのゲームばっかり持ってきたんですけど、普段はですね、はい、学童とかそういった、小学生から中学生向けの子たちに、ね、うん、向けていろんなゲームを、呼ばれたらゲーム持ってって説明してみんなで遊ぶ、そうなんですね、もし子供の子だとか、はい、大人の方とかでもそうですけど、うん、連絡ってどういう風にしたら来てくださりますか、あ、もしあれだったら、僕の Facebook のページが個人のですけど、はい、ありますので、はいはい、もしそこに、はい、メッセージを入れれば、はい、行ける範囲でびっくりしますよ、東京とかなっちゃった交通費出してもらえない、そう、行ける範囲で来てくださるそうなので、はい、皆さん、はい、うん、こういうゲームやってみたいという方いましたら、うん、はい、ぜひ Facebook、林さんの Facebook を見て、はい、応募してみてください、ください、はい、以上、君ともキャンディーの愛理と心でした。そして、はい、ゲストの林さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ではまた次回も待ってます。見に来てください。お願いします。お楽しみに。バイバイ。はい。